シアター。今日は小さな生き物たちの世界を覗いてみましょう。さて、遠くに何かが現れましたが、これが何かお分かりでしょうか？まるで恐竜のような迫力ですが、実はこれ、日本カナヘビと呼ばれるトカゲに似た生き物になります。体長はおよそ20センチメートル程度で、日本全国に生息しております。主に昆虫を食べているため、このような鋭い歯がついています。恐竜が爬虫類の仲間であるということも納得できますね。さて、このカナヘビの3次元データですが、一体どのようにして作られているのでしょうか。次に、その方法について説明したいと思います。この 3D シアターで流れている3次元データは、X 線 CT によって作られております。X 線 CT とは、物体の断面を目で見えるようにするための技術です。主に医療分野で利用されておりますが、このように生物の観察にも応用することができます。それでは、X 線 CT が実際にどのようにして行われているのか、このヒイラギのつぼみを例に説明していきます。X 線 CT は、X 線を発生する X 線源と、X 線を検出する検出器から成り立ちます。このように視網に X 線が照射されると、視網を透過してきた X 線によって視網の投影像、いわゆるレントゲン写真が撮像されます。X 線 CT では、この投影像を視網の様々な方向から撮像することによって行います。このように、様々な方向からの投影像が撮像されました。次に、この投影像をパソコンに取り込みます。そして画像再構成と呼ばれる処理を行います。画像再構成とは資料の断面を復元する処理のことです。この処理が終わると最初にお見せしたような断面が復元されます。X 線 CT は、投影像の撮像と画像再構成という2段階の工程から成り立ちます。最後に3次元データの作成方法について説明いたします。3次元データは資料の断面の画像を積み重ねていくことで作成します。徐々にヒイラギの形が現れていくのがわかりますね。このようにして3次元データは作成されております。続いて現れたのは小量バッタと呼ばれるバッタの幼虫です。斜め上に尖った頭部が特徴で、日本全国に生息しています。それでは全体を観察してみましょう。このように全体を観察してみますと、このバッタの幼虫は成虫とほぼ同じ形をしているように思われますが、実は幼虫には羽がないことがわかります。それでは、もう少し近づいて観察してみましょう。さらに近づいていきます。さらに近づきます。そしてさらに近づいていきますと、なんとこのバッタの体内に入っていくことができます。これは、X 線 CT によって得られた3次元データであるため実現できます。このように、
バッタの体内に入ってみますと、丸い物体がいくつか浮いているのがわかります。実はこれ、バッタの内臓になります。そしてこの内臓の中にも入っていくことができます。しかし、今、中は空っぽになっていますね。このバッタの体内を観察してみますと、このような内臓がいくつも確認できます。バッタの体内を覗くなんて機会は、今までなかったのではないでしょうか。ほんの1センチ程度のバッタですが、生きるための器官がしっかりと備わっていることがわかるかと思います。続いて現れたのは、ネオンテトラと呼ばれる体長およそ3センチメートル程度の魚です。このネオンテトラは、アマゾン川流域に生息しており、日本では観賞魚として非常に人気の高い魚です。先ほどはバッタの体内に入っていきましたが、X 線 CT によって得られたデータは次のようなことも可能です。なんと魚が骨だけになってしまいました。これは、X 線の吸収の大きい部分だけを表示した形になります。X 線 CT では、このように見たい部分だけを見ることも可能です。非常に便利な技術ですね。3D シアターいかがだったでしょうか。これを機会に X 線 CT や 3D に関して少しでも関心を持っていただけると幸いです。それではまた会う日まで、さようなら。